はい、どうも、川島一太と申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はバーベキューさん、バーベキューさんのパーティーはシャンデーラ、オノデーラ、ドラミドロ、アーマーガー、ウーラオス、オノノクス、アローラ、キューコンと、はい、リザードンが非常に刺さってますね。まずウーラオス、状況によってはドロミドロ、キューコン、この変なカラスに勝てるんで、リザードンできついのがシャンデーラ、オノデーラなんで、これラプラスは必然に出すと。そうすると格闘のあのわけわからんふざけたやつがちょっときついんで、俺ね、モロバレルとかレントラーを入れてもいいんじゃないかなと思うんですけど、ここは俺アブリボンでワンチャンいってみていいですかね。じゃあリザードンラプラスアブリボンというこの布陣でいきたいと思います。はい、はい、BBQ バーベキューさん対戦よろしくお願いします。どんなトレーナーカードやねん。さあ、本当にあの角川勤務が終了、すべて終了いたしました。さあ、ドラミドロから来るまさかのリザードンが読まれているというね。はい、じゃあこっちはリザードンでいきたいと思います。まあ確かにこっちに鋼タイプのポケモンいないから毒通り放題なんだよね。じゃあここはね、メッサの大地は倒せないから一旦エアスラッシュでお茶濁しますわ。エアスラッシュケドロウェーバー、これ一発で死ぬんだよな。おーっけ、生き残った。ん、なんだこれ、耐久型。じゃあネッサの大地いきますか。ネッサの大地これきついな。ヘドロウェイブ、ラプラス出しましょう。ドラミドロよりはさすがに素早さ低いって言っても、ラプラスの方が素早さ速いと思います。じゃあここフリーズドライで、フリーズドライ、さすがにこの HP だったら、ドラミドロがまあ死ぬと。さあ次、さあ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 、キューコン、はあ、なるほどね。雪を降らしていくんですね。多分オーロラベールをやってくるんで、俺ここ地割れぶち込みます。オーロラベール、はい、当たんなくてもいいです。オーロラベールのターン数を枯らすっていう意味で、じゃあ地割れ、はい、当たらない。じゃあもう一回地割れいきましょう。相手アーマーガーしかなんだろう、いない、強いな結構。オッケー、これもしかしてタスキなのかな。あ、タスキ型なんや。どうすっかな。じゃあもうここで巨大マックス、巨大戦術に打ちましょうか。これね、一つの賭けっすね。相手の、ラストがオノノクスだったら勝てるんですけど、おそらくウーラオスかな。対ウーラオスのことも俺結構考えてるんで、ムーンフォー、オッケー、特攻ダウンしない、これはうまいですね。はい、じゃあ巨大戦慄、これでこっちもオーロラベールが張れたんで、これでオーロラベール合戦で、まあ耐久がお互いめちゃめちゃ高い者同士の戦いになりますね。まるで小橋健太対、そうですね、佐々木健介の逆水平直、あ、これはいけたような気がします。相手オノノクスなんで、
じゃあここはもう巨大戦術でいきましょう。逆水平チョップ合戦ですよこれ。橋本真也対天竜源一郎でもいいですね。逆水平と毛先チョップ合戦。さあ相手は小橋健太とタッグ一時期組んでたパトリオットのような戦い方をしてくる、人なんですけど、さあオノノックスワンパンはされないでしょう。ダイアース、はい、いいでしょう。全然効きませんね。相手はまあうまいですね。特防を上げてくるっていうこの作戦。じゃあ巨大戦術で勝った弱砲。これどうしよっかな。どうすることもできねえ。巨大戦術、相手結構迷ってると思うんですよね。大ドラグーンに切り替えてきた。おお。オッケーオッケー。攻撃は下がる。じゃあ巨大戦術、はい、さあ相手のオーロラベールがなくなる。状況を見てみましょうか。オーロラベールあと2ターン、相手は何もない。はい、じゃあここねもうフリーズドライで切りましょう。ダイナックル OK。 危ねえ。ここダイアースだったら実はねちょっと負けてたかもしれないですね。 OK ですね。相手は特防が1段階上昇なんで、最後はアブリボンのムーンフォースでフィニッシュですってことができるんですよ。いやーこれ危ねえな。アブリボンでよかったわさあオノノックスがもう弱点保険ってこと分かってるんで、素早さ絶対こっちの方が上。ムーンフォースでフィニッシュです。さすがに耐えらんねえだろう。はい、オッケー。綺麗な試合だわ。このアブリボンでね、勝つっていう、かっこいいですね。じゃあ、BBQ さん、バーベキューさん、対戦ありがとうございました。はい、それではね、バーベキューさんに勝った。ということで、こちら、大自然が生んだ美味しい天然水、富士山の天然水2リッターを飲みたいと思います。じゃあ、いただきます。うまいわ。いやうまいあのね、角川勤務が本当に終わって、すごい悲しいんですけど、次に進みたいなと思ってます。明日が新しいゼネコンのところの現場を見に行くんですけど、さらに4日後に試験があるんですよ、国家試験が。俺は絶対それに、ね、受かってね、お母ちゃんにちょっと報告したいと思います。はい、お母ちゃん今ねステージ4の末期がんっていうことなんですけど、俺ははっきり言って不死鳥のように、その高山義弘みたいにがんから高山はがんじゃねえか、脳梗塞だ。小橋健太みたいにはがんからちょっと復帰するお母ちゃんっていうのを俺は期待してるんですよ。だからみんななんか諦め、この話をするとみんな諦めてるっていう感じなんですけど、いや諦めたらそこで終わりですから。スーパーパワートレーニングも絶対に諦めない。そう、国家試験も絶対に諦めない。ガンガン行くぜ最後までって感じで。だから俺はほんとね、簡単に諦めたくないんだよね。いつか挑戦してれば必ず夢は叶うと俺はそう信じて、スーパーパワートレーニングを7年間やってきたし、これからもガンガン行くぜ最後までっていう気持ちを忘れないで生きていこうと思ってます。はい、ということでシェリー障子くたばれ。